私たちの生活に欠かせない水を送る巨大なポンプ。その設置、メンテナンスを行う企業があります。そこには100分の1ミリの精密さを求める職人たちがいました。広島市東区馬木にある株式会社西岡工業、2階の事務所では主に業務管理などを行っています。一方1階には重機や資材が所狭しと置かれています。これらすべてがポンププラントなどの設置やメンテナンスに欠かせないものばかり。上下水道施設における機械の設置やメンテナンス、それが株式会社西岡工業の主な業務です。公共の下水道と上水道、水にかかる仕事なんで、なかなか知られてないんですけど、やっぱり、生活するなくてはならないものなんですよ。広島市佐伯区にある白ヶ瀬浄水場。ここでは去年5月から加圧脱水機などの撤去と据え付け工事が行われています。現場には西岡工業の職人たちも参加。現在最後の仕上げに取り掛かり、8月には完成予定です。今回このプロジェクトを任されているのが畑口翔太さん。入社5年目の畑口さん、この現場では最年少の職人です。今から配管切ってですね、でネジ切って、もう一回機械の周りに組み付ける作業をします。現場ではベテラン職人たちと連携しながら作業を進めていく畑口さん。大型ポンプなどの機材はメーカーから送られてきますが、細かなパーツはその場で作ります。精密さが求められる作業です。正解がないってところですかね。自分が正解だと思ってやっても、やっぱりベテランから見たらもっと容量のいい方法とか、もっと綺麗になる方法っていうのがあるんで、ここがちょっと難しいところですね。その現場の采配でもってこう、言いますかね、その経験を積んでもらう、そうすることで自然とこうですね、色が出てくるというか、割と早い段階からドンとも任せる。で当然壁にぶつかりますから、そこから本人がもう、じゃあその結果を出すためにはどのような手法を取るかっていう。このような積極的な若手の起用も西岡工業の強みの一つです。勾配があるんで、水がこっちに流れていかないといけないんで、細かいところまで精密さが求められる職人の世界、その魅力を聞いてみました。だんだんとこういった風に配管とか組んでたら、物は形になっていくんで、それを見ている時がやっぱり職人がいい瞬間ですね。創業1978年、積極的な公共事業が行われている中、西岡会長がこれからはソフトの技術力に特化した仕事が必要になると判断し、西岡工業を立ち上げました。自分ちじゃできないっていうふうなことをやることに意義を感じたといいますか、だからむしろ人が嫌う仕事に自分から入っていったようなところはあります。人ができんところで自分の存在感をこう発揮したい。物を作るのではなく、物を組み立てる。そこで必要とされるのが精密な技術力なんです。ちょっとしたズレが、その今度上の機械、横の機械に行った時にまた大きなズレになって出てくるんですよ。キャリア18年の谷口さんも西岡工業が誇る職人の一人。彼が行っているのは動力になるモーターの設置です。普通に据え付けた時のこのモーターと
ポンプの芯のズレをここで直すんです。これをこのゲージを使って100分の5以内に持っていく。そしたらこのポンプの寿命が短くなったり、このモーターの寿命が短くなったりするんですよ。モーターの下にシムとかを引いて、ライナーとかを引いて出すんですけど、ちょっと引いただけでだいぶ変わってくるんですよね。経験を生かしてちょっとずつ出していくのが難しいですね。ちょっと僕の経験じゃよう出しきらんところがあります。マニュアルはないです。でやっぱりその教訓といいますか、 ある職人さんはですね、やっぱりそのゼロにこだわって、もうとにかく後戻りのない仕事をせえと、もう口が酸っぱくなるほどっていう。ある職人はいい仕事をしてまた次も使ってもらえる仕事をしろと言い、また別の職人は片付けがすべて、一仕事一片付けとも言う。それぞれの個性を生かしたこだわりでもあるといいます。一人一人がそういうエキスパートというかですね。もう亡くなっちゃったんですけど、大御所のベテランさんがおっちゃったんで、その方にもらった大事な工具です。マニュアルじゃなしに、やっぱり人から人に伝えていくっていう形ですね。西岡社長が考える職人とは、人からこう敬われる存在というか。それは西岡社長が幼い頃、祖母が職人たちの世話をしている姿から学びました。まあ、大事にしてた姿をこう見てるので、やっぱりなんとなくその職人さんのは偉いんだと、そういうイメージです。創業以来着実に成長を続けている西岡工業、時に競合の存在もありました。精密な工具を持ってないとできないですし、まあ、重量物を入れるだけならどこでもできるんですけど、それを高い精度で据え付けるまで一貫してできるところがなかなかない。職人たちの100分の1ミリのこだわり、それが西岡工業を支え続けているのです。独自のカラーを出していく、これが、まあ、評価されるということに魅力を感じましたですね。まあ、妥協すれば全部100分の5で済むところ、うちの職人さんたちは100分の1に0になるべく近づけるような作業をしているので、まあそこのところはみんなの心構えだと思います。誇りですね。それ会社の財産ですね。でやはりやっている本人たちもそれは当然誰でもってやってますから、誰でもできないこと、この価値を自分で感じてくれてやってくれてると思っております。よそと同じことはしたくないですね。やっぱりその西岡工業にしかできない仕事がやりたい。